さっきの蹴りで僕は 100% を出していた。なのに骨折してない。それどころか怪我も治ってる。君の力なの？おいっ、なんだこの体が内側から引っ張られてるみたいだ。人間を巻き戻す、それがエリだ。触れるもの全てが無へと巻き戻される。呪われてるんだよそいつの個性は。俺に渡せ。分解するしか止める術はない。絶対やだ。そっか、足が折れた瞬間に痛みよりも早く折れる前に戻してくれてたんだね。とっても優しい個性じゃないか。なら戻る以上のスピードで常に大怪我し続けていたら、ワン・フォー・オール・フル・ガール 100%。 エリちゃん、力を貸してくれるかい？お前もエリも力の価値を分かってない。個性因子を消滅させ、人間を正常に戻し、個性で成り立つこの世界を、断りを壊すほどの力が、エリタ、価値もわからんガキに利用できる代物じゃない。エリちゃんの力が強まってる。僕が初めてワン・フォー・オールを使った時と同じように、扱い方を知らない状態でベタ踏みしてるんだ。僕にはオールマイトがいた、グラントリノがいた、友達も先生もお母さんもいた。でもエリちゃんはずっと一人で悩んでたんだ。戦ってたんだ。俺が崩すのはこの世界、その構造そのものだ。目の前の小さな正義だけの、感情論だけのヒーロー気取りが俺の邪魔をするな。手の届く範囲は必ず助け出すんだ。目の前の小さな女の子一人救えないで、みんなを助けるヒーローになれるかよ。テク君が死ぬ、それを続き黙ってるとでもさせないぞ。君は奴に向かっても勝てない。だから何もしやんのはちゃうやろ。未来なんてなんか手がわからんやろ。壁の穴の先、ミリオンがいるはずだ。フロッピー頼む。ウラビティ、入球機、私と上へ向かってくれ。先、未来をねじ曲げる。一人の少女のみんなの未来を守り抜いてみせる。どうしてやる。強いぞ。受けない。たとえ無茶でも反動で破壊。ゼルヤ、少しずつ、もう傷つけさせない。ゼルヤ、もう一度差し伸べる。誰も死なせない。どりゃ、強いぞ。いや、お返しだ。もうすぐなんだ。考えさせないぞ。この力で
少しずつ上から返す、叩く。ここまでされたのは初めてだ。どりゃ強いぞ、受けない。ベスト少しずつ届くぞ。せっきゃ強いぞ、お返しだ。この力で少しずつ受けない。どりゃやっと。エルちゃん、力を貸してくれるかい。立てつくな。力でいつだって全力だ。なんとしても全力。強いぞ、もう傷つけさせない。もう一度差し伸べる。目の前の正義を。どりゃ、
の邪魔をするな。これは私の見た変えようのない未来だが、俺の邪魔をするな。運命なんか、この腕で。